そうだ。んじゃ、まあよろしく。なんとも頭と尻の軽そうな女だ。僕の敵ではないな。うわ、見た目で人を判断するとかマジ引くんですけど。ふん、人間というのは大抵見た目通りだ。もしかして君って自分が頭いいと思ってる系？自分は何でも分かってるんだ的な。お前に僕の何が分かる？だったら君も私の何が分かるっつう話じゃん。うるさい、もう黙れ。てか私は君のこと分かってるし。なんだと？悪人イコール悪者、これで十分っしょ。君の趣味とか好きなブランドとか興味ないし、知りたくもないし。ってことでボコボコにしてあげる。貧困の夢に沈むね。リム、悪の誇りを舞い掲げよう。リム、貧困の夢に舞い散るよ。あ
話にならない。やるな。やるな。こんなやつに負けるなんて。まあまあそんなに落ち込まないで。仕方ないっしょ、私かなり強いし。僕には守りたい人がいるのに。またまた悪人にそんなのあるわけないっしょマジウケるんだけど。行かなきゃ、みやびのところへ。ちょっとその体でどこ行くっていうの？ああ、言わんこっちゃない。気絶しちゃってんじゃん。てか、マジ？悪にも守りたいものがあるなんて。そっか。そうなんだ。こんなこともあるよね。だって夜桜ちゃんの怒り方ってお母さんっぽいんだもん。もっと叱ってもっと叱ってお母さん。だったらリョーナ、なんだって悪人なんかになったの？わしはリョーナをそんな風に育てた覚えはありません。悪人になったらなんでいけないの？いけないに決まってるでしょ。だって悪人なんだから。うん、だから悪人の何が悪いの？何がって、悪人は悪いものと決まっているからです。なんで？なんで悪人は悪いものなの？それは。ねえねえ、なんで？悪は悪いと決まっているからです。リョーナは口で言ってもわからないようですね。体にお仕置きです。
分らしい。冗談、悪の誇りを舞い掲げた。いざ鎮魂の夢に舞い散これでもう懲りたでしょ。さあ早く月仙に戻ってきなさい。それはできないな。だってヘビジョって居心地いいんだもん。悪人でいることが居心地がいい？そんなバカな。本当だよ。リョーナさんには嘘をつく理由がない。いや、そもそもリョーナさんは嘘をつくような人ではなかった。リョーナさん、もう行ってください。え？とどめは刺さないの？いいから行ってください。わしの気持ちが変わらないうちに。悪が居心地がいいなど、わしには信じられぬ。本当にありがたい評価じゃ。わしはもっともっと強くなる。